ひばりクラブをご覧の皆さん、こんにちは。また、落語会の皆さん、こんにちは。えー、武田邦彦です。えっ、ー、と、今日はですね、えー、嘘とお金ということで、まあ今、今度、都知事選挙なんかも行われますし、また、続いて、えー、衆議院議員選挙、参議院議員選挙っていうのが打ち続けますね。で、現在、まあ非常に日本の政治はひどいことになってるわけですね。それは実態的には、1990年間の30年間、 え経済成長は、まあ経済成長だけが政治じゃありませんけど、経済成長が世界で一番ビリと。えー、日本人の真面目さ、えー、教育程度、が日本の持つ技術、インフラストラクチャーっていうか、いろいろ道路とかですね、新幹線とか、まあ、電力とかそういう設備、すべてにおいてですね、えー、日本の経済成長ってのは普通なら世界の10番以内に入るところですが、 この10番以内に入るだけの力を持った日本がですね、政治が悪いために最下位に落ちちゃった。まあそういう状態にあるので、まあこれを放置しますとですね、我々は、我々の世代はなんとか、えー、まあ幸福な人生を送れると思いますが、我々の子供たちはですね、悲惨な思いになるわけですね。一番悲惨になるのは、日本の中でも競争力のある、国際的競争力のある企業が減ってきてですね、 え、雇用が減ってくるってことですね。まあ、ですから、まあ今、外国の方がですね、日本によく出稼ぎに来ておりますが、それと同じようなことが、我々の子供たちがしなければならない。それは子供たちに言わせればですね、親がもうちょっとしっかりやってくれれば、とはいうことになります。えー、私も何度もこのブログでご注意を申し上げてるんですけども、無意味な批判とかですね、日本を悪くする方の批判っていうのは、やっぱりこの、ここではやっぱり、 え、控えるっていう、やっぱり、自制心がですね、やっぱり必要だと思います。まあ、どんなに性質の悪い人でもですね、人の悪口を言ったら自分の気が済むという人もですね、ここはやっぱり30年ぐらいは我慢して、やっぱり心を一致させてね、日本を再び、ちゃんとした国に戻すと、まあ、いうことをしなければいけないと思うんですね。まあ、それの今一番大きな、えー、やらなきゃいけないことがですね、嘘の追放ですね。日本が今までいい国だった。 それから盗みも少なくて、落とし物も帰ってきた。それから、殺人も世界で一番低い。まあ、一番低いっちわけじゃないんですけども、もしほとんど大国としては一番低い。まあ、そういうですね、優れた環境の中で我々が日本に住めたということは何を言ってるかっていうとですね、それは取りもなおさず日本人の真面目さだったわけですね。真面目というのが社会で人生を送るのにどんなに幸福なことかっていうのはまあ、日本人はよくわかりませんね。 で、この頃一番いけないのは嘘ですね。嘘に対する感度が鈍くなってきた。まあ、あるいは日本人は昔からですね、太陽の下では嘘をつかない。嘘は泥棒の始まりと言いましてね、えー。小さい頃から子供たちに嘘をつくことだけはいけないんだと。これいろんな意見があって嘘だけはいけないんだということを、まあ、繰り返し我々大人がですね、子供に教育してきました。はっきりとした教育はやっぱりその嘘をついてはいけないっていうのは、 まあ日本では一番中心だったでしょうね。もちろんそれには誠実、それから恩義、まあ、慈愛というようなですね、えー、3つの特目がやはり日本に根付いていたと、まあ、いうことによりますけどね。まあ、その中でも一番簡単なのが、まあ、嘘は泥棒の始まり、お天道様の下では嘘をつかないっていう、このね、2つの言葉が誰でもわかる。そしてそれをやることが一人一人の人が自分の損得でなく、 日本国というところで住む全員のために必要だという認識を日本人が持てたということがですね、我々が人生を幸福に過ごしてきた大きな理由だったわけですね。この宝物みたいなものをですね、ここで手放すということは、誠に祖先にも申し訳ないし、子孫に対しても非常に大きな罪をなすということになります。その中でもですね、 この選挙を控えて、一番大きなのは嘘とお金の問題ですね。二つ大きな例を挙げますね。一つが1990年からの自民党の嘘です。この自民党の嘘はですね、あの、必ずしも自民党はずっと嘘がついてくれた政党でもないんですよ。割合と戦後ですね、もちろん政治は若干の、若干ですよ。それは嘘というかむしろ、こう、事態を切り抜けるのに、いろいろ表現もある。 やり方もあるという意味での嘘はありました。しかし全体としてはですね、日本国を発展させようという意思で固まっておりました。それが1960年から1990年までの高度成長期ですね。やはり、え率年率たい全般では9%の伸び。後半に4.5%の伸びということで30年間続きまして、我々の給料はその間ですね、8.8倍に伸びたと。 まあいうようなことでですね。やはりこれは政治と国民の努力。この二つが相まってですね。ええーいい、非常に豊かな生活になりました。私はちょうど高度成長の入り口で会社に入りましたから。その頃会社の給料1ヶ月2万円。まあ、石油ストーブも、あの、買えなかったですね。それは2万円なのに石油ストーブ7000円ですから、買えないんですよね。まあそういう時代は本当に寒さに震え、 お風呂は外に行って入りって、風の日なんかも自分が風邪ひいてもね、外の先頭に行かなきゃいけない、えー。トイレはもちろん汲み取りのトイレで汚くて、外にあるというような、そういう状態からですね。現在のように内風呂、内風呂なんていう名前を最初に聞いた時は何言ってるか私分からなかったですけども、家の中に風呂がある。瞬間湯沸かし器はある。もちろん冷暖房ある。冷蔵庫ある。洗濯機はある。 自動車もあるという、そういうね、まあ、言ってみれば夢のような生活になった。これは、いろんな弊害を伴いましたけども、全体としては日本人を大きく幸福にしたというふうに思うんですね。寿命も、私が小さい頃は60歳でした、日本人の平均寿命はですね。私が小学校入った頃は57歳でしたね、平均寿命は。現在85ぐらいですよね、男女平均したら。そういう寿命という面でも、病気という面でも本当に幸福になりましたね。 それはま、一重にですね、嘘をつかない自民党だったんですよ、中心は。それはね、お金を、経済連と結託してお金をいろいろしたりなんかしましたよ。だけどそれは一部であって、主力はそうじゃなかったんですね。それが逆になったのが1990年なんですね、えー。政治をやるためにお金が必要だっていうんじゃなくて、お金のために政治をやると。政治家になりたいというふうになったわけですね。 まあ、あの、名古屋市の河村市長の表現によれば、政治が家業になった。家の業ですね。つまり商売。政治が商売になるってことは、政治ってもと,もともと商売になりません。えー、つまりその、決まった歳費しか受け取れませんからね。まあ、比較的優遇はされてますけど、それでも、まあ、一生懸命苦労して政治家になるとか、自分が政治家だから息子も政治家にしなきゃいけないなんていうほど、切羽詰まってはないんですね。えー、まあ、そういうようなことで、 報酬は、歳費をいただく。まあ、政治家ですからね。どうしてもお金がある程度必要ですよ。まあ、秘書の人を雇ったり、選挙の時にはウイス状が必要だったり、それから、うん、交通費。交通費はまあ、えー、無料の時が多いんですけども、それでも交通とか、まあ、車を何台か持たなきゃいけないとか、いろんなことがありますからね。それは普通の人がか少しお金がかかるんで、今で言えば、まあ、1000万円以上のですね、収入は、まあ、ある意味では正当かもしれません。 しかし、現在の自民党はそうじゃないんですね。この前の裏金問題がそうですよ。<laughs> で、裏金っては税金払ってないわけですよ。闇の金なんですよ。闇金と言った方がいいですね。裏金でもいいし、闇金でもいいし。それはどうしてかあったら、秘書を雇わん時間とかね。そういうこと言ってるわけですよ。車もいる。いや、そんなんだったらば、それはビジネスマンでも、農業をやってる人でも、みんな同じなんですよ。それは、税金を払って全部公的な取引をしながら、 自分に必要なトラクターを買ったりですよ。<laughs> 農機具を買ったり、交通費を出したりしてるわけですよね。みんな必要なことにお金を使ってるんですで。必要なことにお金を使うことに対して、それが常にオープンであり、税金をちゃんと払うというのがですね、国会が決めたことですね。その国会とか市議会とか県議会で決めたことをすら守らない。つまりお金のためには何でも嘘をつくというのが自民党になりました。 あの、今ね、裏金問題が非常に注目を浴びてますが、私の長い経験ですとね、自民党の裏金と大きく分けて二つあるんですよ。一つがパーティーみたいなもので、それを分からない収入にして、それで運営するっていう、まあ今度の裏金問題ですね。もう一つはですね、依頼があったらそれに対する見返りを要求するんです。私が人生で経験したこと、これは虎ノ門ニュースでそのままお話をしました。っていうのは、 事実を知るのは国民の権利ですから、私が言うことが事実と違えばいけないですけど、事実通りであればいいんですね。ある時にですね、経団連の偉い人にですね、えー、ちょっと相談しました。えー、あること、この内容はちょっといろいろな人が関係しますから言えませんが、こういうことをこの政治家、政治家も決まっておりました。えー、この政治家に頼みたいんだけど、どうだろうかとこう相談しましたね。うん 私よりかそうですね、20歳から25歳ぐらい年上の大先輩でした。その人のところに行ってですね、えー、こういう時ってどうするんだろうかってご相談しましたらね、まあ、4000万ですねと言われましたね。まあ、今から40年ぐらい前ですから、ずいぶん前のことですけど、40、37年ぐらい前ですかね、その頃なんですが。で、その人はどういったかって言いますと、あその希望をその人に言うんだったら自民党の人ですよ。 その人に言うんだったら、4000万が相場じゃないかなってこう言いましたね。それで、渡す方法はですね、まあその人は偉い会社の大きな、あの、トップの人でしたから、部屋があるわけですよ。東京にオフィスの部屋があるわけですね。秘書ももちろんいますし、そこにお呼びをして、それで段ボールに詰めて、運転手さん呼んで渡すのが一番普通ですよと言ったんですね <laughs>。あ、そうですかって言って、 で、私、まあ、それからいろいろそのことに関しては、うよ曲折がありましたけど、結局、その時に、その人は別に嘘を私に言ったと、私は思えません。4000いうお金の額もね、それから、えー、渡し方とか、そういう方もね、きちっと好意を持って私に教えてくれました。私がまだ若かった頃ですから、えー、私にそういうことを教えてあげようと思って、言われたんですね。 えー、しかしその後私も大学の先生をやったり、国の委員やったり、いろいろしましたけどね。その過程でそういう現場をいろいろ見てきたり、それから話に聞いたりしたことがあるんですね。まあ今頃ですとね、ちょっとした重要なことをお願いするってことになると、まあ相手がね、閣僚級の人なら、まあ1億円っていう感じなんですよ。えー、東京都知事の方が一回途中で辞めたときに、 5000万円をもらって、それをカバンに詰めるって言うんで、カバンに入らない、入らないっておかしいなんて言ってる、テレビに映ったことがありますね、ああいったお金なんですよ、あれ、パーティー券でもなんでもないし、今言う裏金でもないんですね、ただ、それを政治家に1億円を渡すとか、4000万円を渡すってことは、何を期待してるかっていうと、国民の税金を特定の人に回すってことなんですね、ええ、<laughs> だから、その人の政治家の自分の金を渡すんじゃないん これが錯覚してやってるのが日本維新の会ですね。大変維新の人には申し訳ないんですけども、無償化、無償化つっ,ってますね。高校無償化とか幼稚園無償化とか、なんとか無償化。あれ無償化って言うんなら、えー、日本維新の会がなんか事業をやられて、それで儲けて、そのお金を国民に還元するなら無償化です。ただ、あの無償化っていうのは、ただ国民の税金を自分が政治家であるという権限で、 特定の人に使うってうことですから。みんなから集めた税金を特定の人に使う。このみんなから集めた税金を特定の人に使うっていう権限を政治家が持ってるわけですから。それでお金を集めるっていうのが、今度のパーティー権の問題であり、さらに私がそういう見聞きをした、あ、その話なら頼むんだったら4000万円ですねと言われた4000万円なんですね。これは不当なお金なんですよ。つまり政治家っていうのは、 自分の権限を国民の税金を自分のために使うために政治家になるんじゃないんです当たり前ですけどね。まあ言うにも恥ずかしいっていうぐらいですけどね。で、そうじゃなくて、えー、国民の税金をいかにね、国民のために使うのかと。これさえやればですね、先ほど言いましたように、日本の経済成長が世界で一番下になるなんてことは絶対ないんですよ。えー、それは国民が真面目に働き、ま、国民は真面目に働き、技術も高いし、 えー、環境もいいんですよね。だけども政治家が集めたお金を自分の得になるように配っている。これが自民党の実は、まあ、お金の問題なんですね。自民党は政権を持ってますから、力がありますね。ですから、えー、国民、あの、なんか私が頼みに行くと。うん、君はそれやってやろうかと。じゃよまあ、そんなこと言わないけどね、口,口では言いませんが、4000万、よこせとか、ちょっと段ボール見て、あ、これだったら大丈夫だなと思って。 よし、引き受けた。引き受けたら何を引き受けてるかって言ったら、自分が4000万出すんじゃないんですよ。4000万もらうってことは4億ぐらいね、国民のお金を4億ぐらいその人の関係に渡すってことですよね。パーティーだってそうですよ。2万円のパーティーに行ってパーティー券を買う。昔はほとんど建築会社でした。なんでかって言ったらその分だけ受注できるか、その10倍ぐらい受注できるからですよ。そうじゃなくちゃ人はお金出しませんからね。 それはあそこの自民党のパーティーなら自民党のパーティーでニコニコしながらやっている政治家も、それからニコニコしながらパーティーの会場に来て2万円のパーティー券を10枚くださいとかってやってる人たちは全部その裏に10倍以上のお金をもらう。そのお金ってのはその政治家からもらうんじゃないんですよ、本当は。国民の税金を回すわけです。だから日本は衰退していくわけですね。 それとほとんど同じことが起こったのが、2022年に選挙運動を開始した、私も関係してた参政党なんですね。参政党の場合は自民党と違うんです。嘘とお金の組み合わせはしてたんですね。自民党は嘘をついて国民の税金を使う。こういうペースですね。権限を持ってますから、政権はところが参政党は新しい政党でしたから、どういう手を使ったかって言ったら、嘘をついて、党費を取ったり、それから政党助成金取ったりするっていう、そういう 直接的な収入を狙ったわけですね。それで賛成党っていう名前をつけて、で国民のためにやりますつっ,って、他から金はもらえませんつっ,ってですね。そして国民から票を集めたわけです。ほとんど嘘でした。私は、これはね、まあ私も少し関係したんで、賛成党に遠慮して、あんまり具体的なことは言えませんが、まあもちろん言うべきですよ。あの時期を見て言おうと思いますけどね。まあ賛成党がこれからどのような嘘をつくかっていうのを見てね。 私は行動を決めたいと思いますけども、今までの賛成党っていうのはどういうことだったかって言ったら、ほとんど国民に言ったことが嘘なんですよ。嘘を言ってるんです。私はあなた方をこうします。しないんですよ。なんでしなくていいかって言ったら、賛成党政権持ってませんからね。何もしなくていいんですよ。え <laughs> あのね、だから市議会議員、県議会議員の人もそうです。何しろ一人とか二人しかいませんからね。議会に賛成党ってうのは。私はこう思うって言ってりゃいいんですよ。この稼ぎ方がある。 ということを、新しい政治における嘘とお金の関係なんですね。例えば商売ですとね、この車を素晴らしい車ですかって自動車を売りに行く。それでお客さんと合意して、じゃあ何月何日に納車しますって、お客さんを待ってたら自動車じゃなくてリアカーが来たと。したらお客さん怒っちゃうんですよ。おかしいじゃなくて約束が違うじゃないか。こうなるでしょ。ところが政治っていうのはごまかしが効くんですね。嘘が言えるんですね。これだから、 賛成党のようにみんなのためにやります。賛成っていうのは皆さん一人一人が政治に参加するんです。ね。党首も皆さんで選ぶんです。だから通常党員を一月に1000円払ってください。運営党員は一月に4000円払ってくださいって言って払ってもらって、それで内部で密かに規則を改正して、改悪して、そして党員の選挙権を全部なくしてしまう。それから人事権も全部なくしてしまう。 民主的にやりますって実は独裁だと。こういうことですね。ですから簡単に言ったら、嘘つき賛成党って言っんですね。自民党は政権の権限に裏打ちされた嘘。賛成党は単に嘘。それ単に嘘だけども政治だから、治めるものが自動車とかそういうもんじゃないから、ごまかせるんですよ。今賛成党に残ってる国会議員も、ほとんどの賛成党の多くの人は辞めましたけどね。 参政党と言って、市議会、県議会で活動してる人は、まあ僕に合わせたら全員が嘘つきです。なぜかって、参政党に入ってみたらわかりますけどね。嘘つき以外で参政党で仕事ができる人っていませんよ。僕なんかできません。ええ、嘘つかなきゃいないから。僕ね、嘘ついて人生を送るぐらいだったらもう、送りたくないですよ。しかし、今の参政党で特に議員の人ね、 支部長とか議員とかそういうトップの方にいる人は全部賛成党の中は知ってますから。ええまあ、支部長さんもほとんど全部が嘘ついてます。議員さんも全部嘘ついてますね。ですから賛成党の嘘とお金っていうのは単純な問題なんですよ。収めるものが自動車だったらば自動車の代わりにリアカーを持ってきたらみんなが怒るお客さんが。ところが耳当たりのいいこと言ってお金を巻き上げて自分が議席がないもんだから。 それを実現しなくてもいいと。こういう関係にありますからね。この場合の尊。それで今度の選挙ね、やっぱり自民党と参政党にはもう投票しちゃいけませんね。ただ、福田新一郎さんなんかはね、えー、誠実な人ですから、詳細に調べて、野党側にもそういうことがあるということをこの前の虎ノムニュースでお話をされてましたね。えー、まあ NHK とかね、えー、新聞がちゃんとそういうことを暴いたら、私はね、 国民は嘘つき政党とか嘘つき政治家に票を入れることはなかったと思うんですけども。まあ、あの、従って、まあ、言ってみればマスコミも同罪っていうかね、嘘とお金の政治の、えー、補助をしたっていうか、補助っていうか、え援助をしたということになると思いますね。情報という機器を使って、手段を使って国民を騙したという点では、自民党も参政党もマスコミも、 同罪だと思います。で、今度、打ち続く選挙で、日本国民がそれに対して、嘘はいけないと。嘘こそが日本をダメにするという意思をどの程度はっきりと示すか。これが、この打ち続く選挙のポイントでしょうね。都知事選挙も怪しげなことがいっぱい議論されております。そういう怪しげな方に投票しないという決意がですね、我々の子供を守る方法だと思います。 お金の自民党、嘘つき賛成党。それはもうまず入れないっていうことが大切でしょうね。